はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。ギルド大会プラチナリーグ第3試合となります。昨日の第2試合は、画面出てる通り負けとなってしまいましたね。昨日はちょっとだけね、見たいんですが、結構接戦だったんですよ。これですね、相手のチームさんは一人戦ってない状態だったんですが、結構最後までわからない状態でした。というわけで本日対戦いただくギルドチームさん、欲望の街チームさんですね。よろしくお願いします。ここでね、ランキングか、見れますね、見れます。とりあえず1位のチームなんで、ちょっとどうかな、3連敗が見えてくるのかなっていう感じがしますが、頑張っていきたいかなと思っています。入場料を払ってくれなきゃ50ゴールドに負けとくよということですね。じゃあ行きましょうか。私が行けそうなプサル勇者で狙っていきたいですね。もうダイスラはちょっと、プサル勇者グレーナル。あ、こっちか。こっちの画面で見ようかな。プサル勇者グレーナル。かな。それか、勇者がいない分、そこにぶっ込める感じになるんだよ、多分ね。だから、グレーナルってな、どうなんだろう。プサルラプ。勇者いない分、神竜。いや、身代わりはちょっとあれかな。苦手意識があるので、やっぱり、そうだね、ピサロ。ゾーマね。ゾーマな。ここは、ゾーマとダイスラちょっと、苦手かな。ここ、プサロ、ギュメイ。プサロ、ギュメイ、グレナル。こちらで、いいよ。こちらで行かさせてもらいます。対戦よろしくお願いします。勇者いない分、グレナル突っ込めるね。で、プサロは麻痺。で、ギュメッチは混乱という感じでやっていきたいかな。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、見てこぜ。一番下、あとギュメの場所に入りたくない。こんな感じだな。こんな感じにしといて、こうするとピサロッチはこっち来ない。しびれクラゲに打ってこない。あ、違う、 L 字か。 L 字の魔剣だね。 L 字の魔剣になってしまうんで、これはちょっと待ってよ、こうだね。こうしよう。こうすることによって、ここから L 字の魔剣になります。これ間違いない、これは間違いない。あ、こうか、こうしようか。これは間違いない。こうだね。OK。で、まず見とこう。1、2、3、4まで取られてか。よし。1番ね。スカラ覚えてたらちょっとめんどくさいよ、また。大丈夫ね。1番、で、2番、ここ。で、3番、入ってない。で、うちが返すという感じになってますんで、うちとしては、ゴールデンスライムは次のターンだよな。だから、それまでにグレーナルをいかに落とせるかになりますかね。プサラは麻痺。いいんじゃない ?1、ちなみにどこまで来る ?1、その下かな、こっちかな。ここか、ここになっちゃうのは結構遠いな。だから勇者、
で出ていくか。でこの子に関しては、多分ここだ。あ、これもここの可能性あるんだね。だから一番こっち側でも大丈夫ですよね。ここでもね取れる。で、何がいい？バギがいいんだかイオがいいんだか。デインは無理なんだね。イオバギ、うん。だからイオ不死鳥天雷ぶち込んで、3体ぐらいまとめていきたいね。これね、こうなるとピサロンを巻き込んで、だからグレーナルここ来てくれると嬉しいな。でここのここかね、ここのここなんで、ピサロッチはここから、あ、うちの勇者はここから魔剣とかでいいんじゃないね。で神竜もサラ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 ってやりながら、うん、大丈夫だな。これ混乱取れる。あ、ちょっと待って、混乱の解除があんのか。あ、ちょっと待って、それちょっと、そうか、それがあるな。混乱の解除があるから、それはちゃんと見とかなきゃまずいな。あー、ちょっと待って、そうか、これそれで入ってんのか、ゴールデンスライム。今気づいたね。え、普通のだってベホマラじゃないでしょ。ゴールデンベホマラになるでしょ絶対だ。一部の状態異常解除する。あ、そうだ、これちょっと待って、この子さ、何取るの。ミディオだけか。あー、そうか、そういうことね。ちょっと待って、じゃあ届く、うちと届く、これゴッドピサロッチは、あー厳しいね、届かないね。勇者も届くわけじゃないし、ゴッドとあれだけでいけないよな。1,2,3,4,1 個足んない。こうする、こうして、あ、これダメだ、魔剣でやられちゃうわ。じゃあ1ターン目はピサロに終始する。ピサロを取ってしまう。でギュメイは混乱したら、ベホマラは入んないでしょ。その状態異常解除だけのためにゴールデンベホマーラって打たないでしょ。そう読む。でうちとしては左側で下がって、ピサロだけを狙っていく。踏んで、ギュメッチは混乱だけ入れておく状態どう。で五炎竜、なんだっけ、あの火の火球、五炎球みたいなやつは一発は耐えれるんじゃない。で、そうこうしている間に、ゴールデンをやっていく。がよくね、じゃあこれ。そしたら、左下下がるか。で、みんな全体的にこう入れていっちゃうと、全部解除されちゃう可能性がある。で、そこはダメージ量見ながらいくか。ね。なので、もうこれでもいいかもしれない、じゃあ。みんなこっち側によって。しびれで受ける。え、メラどうだっけ、メ大弱点だな。あ、これで受けるか。じゃあ、あ、ちょっと待って、こうするとさ、あの剣線が飛んでくる。いや違うな、飛んでこないな。ね、これで大丈夫だね。これで大丈夫よ、これで大丈夫よ。これでバタフライ狙ってくるってことないよね。絶対ここで L だよね、魔剣。よし、じゃあそうしよう。ピサロは混乱だけにする。いじらない、いじっちゃダメね。え、メラとスタッドブレスデインだよね、ストーベだよね。だ、一発は耐えてくれ、それしか言いようがない。よし、じゃあそれでいきます。配置これでいいかな、なんかいいかな。
そこね、ここに来るね、ここに来てエターナル なんだろう、やっていくと。よし、じゃあ行きます。はい、行きます、よろしくお願いします。いやー、ゴールデンベフォーマン、そうか、さ、予定通り来てくれ。そっち側か、左、左、左、うん、まあ、こんなこれ2人取れちゃってもいいね。あ、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 そっかそっか、ちょっと待って、待ってこれね、これちょっと待って、ちょっと待って、まずい、あと昨日の件もあるからな、昨日の件もあるから気をつけろ。こうする、不死鳥天雷で、落ちる、いいね、それは OK だね。不死鳥天雷を受けるプサロッチはこ前出るか、前出て、混乱はグレーなら無理なのか、ラリフォーじゃんけね。でシビレ、シビレか、まあまあまあ、これはいいか。不死鳥天雷で多分取れる、次。で、グレーナには入れない、ダメージ。入れたら回復されちゃう。で、一緒に魚名まで行かれちゃう。で、ちょっと待って、これ、もう安全確認していこうか、一回一回。これ、一個出てもいいのかな？もう一個。ちょっと、もう一個、あ、もう一個入んないか。バタフライまで、向こうのね、バタフライまで行っちゃうと。はい。出る。出ちゃってもいいのかな、ここまで。あ、取れてない、うわ、取れてないよ。じゃあシビレ取るか。あー、シビレ取ったら解除になっちゃう。うっ、あ、ゴールデンベホマラーの後か。あー、じゃあ大丈夫だ。ベホマラーの後にシビレが打てる、これ大丈夫だ。じゃあそうしよう、大丈夫ね。よし、 OK、 行こう、大丈夫ね。もう一回、怖い、範囲が、あー、届かないのか、ダメージね。まあよしとしましょう。これ下から こっちだけ向こうだからね。これ取ってよ。なんか最近ずっと 80% 取れないのがあるから、 70% か、取れないのがあるから、あー、やめて、やめて、そういうこと。これ、これでいいね。グレーナルの次の、あの移動、ピサロ絶対狙ってくるはずだから、かぶんないように行きたいんだよな。こっちから行くのがいいのか。あ、いやいや、入っちゃう、入っちゃうな、それはそれで。入っちゃう、それは。え、じゃあここからここで腹痛取っておきます。はい、で、これほとばしるとかいうやんないからね、左がね、あー、よかった。で、麻痺、麻痺、麻痺、さあ行くぞ、こっからだよ、こっからだよ。グレナの一発は耐えなきゃダメよ、頼むよ、グレナの一発耐えろよ。スタート、スタート、腹痛。さあこっからよ、こっからよ、これでいいんだよな。これで5いって、ダークマターの、いや、グレーナルがまずいな、グレーナルが。さあどうする、これグレーナルが落ちないな、グレーナルどうする、ラリホーのしびれ取るか、それしかないよね、うちとしてはね。これはこれで打つ、でマーターとゴッドで、落とせませんかっていう話だよね。いや、これはこれでいきます。はい、配信どっち、逆、逆にしろ。ゴッド、ゴッド、
ゴッドで、マターで落とすろ。これ混乱、これは混乱ね。あ、違う、ラリホ、ラリホを、ラリホの焼け付け頼む。どっちか入れ、どっちか入れ。で、またさすがに落ちるね、さすがに落ちるね。 OK、 ここまで出ておく。で、起こしちゃうのやめてな、起こしちゃうのやめてな。一応焼けつくは入れとくよ。起こしちゃうのはやめてな。次な、よっしゃー、そっち入れば大きい。これはもう動かず。で、これは下がってこれでよし。で、これも下がってオーロラよし。で、ファイアーブレスよし。今回初フルポイント取れました。よかった。とりあえず今日は一矢報いたいですね、チームとしてね。はい、というわけでプラチナリーグ第3試合でした。対戦いただいたギルドチームさん、それから対戦いただいた方、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。